こんにちは、アスカです。今日のあるあるはいびきかく人限定なんですが、自分のいびきで起きるあるある。今日はですね、私もうすぐで28歳になります。誕生日です。28歳、自ら誕生日って言う人っているんでしょうかね。まあいっか。あ、もう本題に行こうとしよった。友達から誕生日プレゼントが宅配で送られてきました。それがですね、なんとまず1枚目こちらです。ハッピーバースデー。あ、これシールかな。シールだ。で、レッツオープンって書いてあります。この2つと、なんと謎の箱が1つ入ってました。まあこれも1回開けたんですけど、もう中全部開けたらびっくりしたんで、もう1回ここで1回また閉じたんですよ。ここでどうしても YouTube って紹介したかったんで、ということでまた開けて、また Instagram にも載せるんで、また閉めます。じゃあ開けていきます。はい、この中身は何だろう。ビッグカツ、ラムネ、グレープソーダ、グミか、ラムネで、ここがシルコサンド、スティックポテト、スティックのり塩、ハッピーターン、次が、美味しいやつ、鳥焼きさん太郎、わさびのり、のしうめさん、で青りんご、これなんだ、パチパチパニック、初めて見た。なんこれ、昆布、しゃぶり昆布、これあの柵山クッキー、柵山チョコか。でもう一個、おお、はい、ハリボー クッピーラムネで、なんだこれ、ドン太郎、キノコの山、カルパス、焼きそば、太郎、マケングミ、ピーピーランドね、チロルチョコっていう、面白い形のびっくり箱っていうんですか、あの形式で、なんとお菓子が入ってたんです。昨日初めて開けてびっくりしたんですけど、今開けてもやっぱりびっくり、感動しました。もう、あ、やった、麺、昔この中にお湯入れてラーメン形式で食べてたのを思い出しました。あ、私が一番好きなチロルチョコだ。はい、こんな感じで友達に友達に誕生日プレゼントもらいました。いや、お菓子好きの私としては超嬉しい。友達ありがとうございます。明日は一人でビール飲みながらお菓子パーティーだ。バイバーイ。